ウミニカ共和国、プエルトプラタ出身の元プロ野球選手。ホセディオ高校卒業後、米大リーグのカンザスシティロイヤルズアカデミー、2003年にカーアップアカデミーを経て、2004年に広島東洋カープに練習生として入団した。2006年2月23日にエスターリン・フランコと入れ替わる形で支配下、登録契約された。オープン戦から期待されていながら二軍生活が、 続いたが、ウエスタンリーグで1勝1敗10セーブ、防御率2.45と結果を出して1軍昇格。8月16日に、中日ドラゴンズ戦で初登板し、2回をパーフェクトに抑えた。2008年は2軍で13セーブを上げ、ウエスタン最多セーブを獲得する活躍を見せたが、外国人枠の兼ね合いもあり1軍ではほとんど出番がなく、10月11日に、 戦力外通告を受け対談した。2009年からはカンザスシティロイヤルズでプレーし、9月6日にはメジャー初登板を果たした。2010年は22試合に登板し、防御率9.76ながらメジャー初勝利を含む3勝を挙げた。2011年4月13日にセントルイスカージナルスにトレード移籍した。2012年は 中継人の一角として48試合に登板し、3勝2敗、9ホールド、防御率4.91の成績を残した。2013年は4試合の登板にとどまり、10月9日に FA となった。2014年4月24日にメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースと契約した。5月6日にモンクローバス・ティーラーズにトレードされたが、この年限りで退団した。 2015年4月1日にメキシカンリーグのベラクルスイーグルスに入団したが、この年限りで退団した。最速時速158キロメートルの重いストレートとスライダーチェンジアップナックルが売りの投球スタイル。ありがとうございます。